起こってるんだろうなっていう感じはありました。あ、米のもうすでに硬いですよね。あ、本当ですか。あららら、ほら、内戦しない、しないね。こっちの側に、あ、行かないですね。あ、硬くなってるな。顔近づけちゃう癖があるんですよね、パソコンとか、テレビとか。ああ。でも気持ちいいです。はい、なんか、あ、それ、そこなんだよな、みたいな。それをやって欲しかったな、みたいな。ああ、その必要なんだなって感じがあります。はい、うん、ああ、気持ちいいですね。ちょっとこう、はい、落とすような感じで。はい、いいですか。ああ、そこ、はい、はい、今来てますね。はい、はい、ああ、こっちの方が来ますよね。ああ、来ます。うん、くるくる、あの、うん、ビーンと来ます。すごい気持ちいいです。はい。はい、ああ、気持ちいい。ああ、気持ちいい。あの、なんだろう、ふわーってなる感じが気持ちいいですよね。はい。話した時の、抜く時の、そう、その感じがなんか開放感がいいですね。ああ、気持ちいい。ふわっと軽くなりますよね。そう、軽くなる。うん。いいですね。買った気持ちいい。これはすごい。あ、すごいですか。これすごいですよ。あらら。そこね、ウィーンって痛い。なんか耳の方とか、この腕の方に拡散する痛みが。放散痛が。ああ、凝ってんだなーって。凝ってますね。ああ、でも呼吸も楽になってきますね。うん、肩こるって呼吸も、そうですね、うん、背中の方が固まっちゃうと、うん、もう肺が膨らみにくくなるというか、うん、ああ、ああ、なんかズキューンってしますね。はい、ズキューンです。ズキューンポイント。はい、ああ、なかなかこう口では説明しにくいポイントですよね。受けてもらわないと。こう、なんですかね、尖った感じのものがもう進んでいく感じです。体の中で。ああ、でも気持ちいいんですよね。なんかこう やった方がいいことをやってる感じっていうか。ああ、痛っ。でも入るようになったから痛いなっていう感じですね、ですね、この痛みは。その表面でストップがかからなくなってるから、奥まで届くようになってますね。痛みの質が変わってきました。よりこう鮮明に。はい。そう。もう
20年前のデジカメの画像が今のデジカメの画像になったような感じですね。ああ、かもしれない。そうですね。鮮明になって、うん、ぼんやりしてたものが鮮明に、鮮やかになって、鮮やかに。最初こう意外と何やってるかぼんやりして分かんないっていう方も、はい、最後の頃にこうほぐれてくると、うんうん、狙ってるところが分かるようになってくるんで。でもこの感覚は好き嫌い分かれるかもしれないですね。そうなんですよね。まあ、やっぱ苦手な方は受けられないですね。でもシャープにクリアになった時の痛みの方がきつく感じるとも言える、うん、ただ今の方が圧自体は入れてないと思います。ああ、そうですよね。必要なくなりますもんね、うんうん、ああでも気持ちいいですね。ああ痛いけど、はい、この感じの違い方が伝わってるんですかね。これはもう見るだけじゃ伝わらないですよ。伝わらないかな。受けてほしいですね。そうですね、うん、宣伝してください。これね、本当みんな人それぞれね、あの良し悪しっていうかね、やっぱそのタイプが違うんで、はい、考え方とかね、その聞かせ方、そのやり方とかってやっぱり自分の好みとかね、お客様の層っていうか、いろいろ需要がまた違うんでね。あとはやっぱりその大体施術者みんなそうだと思うんですけど、うん、自分が受けてていいなと思うものをやるじゃないですか。うんうん、そうですね、はい、だからもう要は自分と同じような感覚のお客さんを取っていけばいいんですよね、うん、そうですね。その全然こう共感し合えないお客さんに当たっちゃっても、うんうん、はい、お互い辛いですからね。そうですね。私あと多分結構あれなんですよ、ストライクゾーンが広いというか、はい、好みの幅が広いんですよ。だから丹野さんみたいにやってもらうのも好きなんですけど、はい、オイルとかも好きだし。あ、俺もでもストライクゾーン広いですよ、うん、あ、そうなんですね。その趣味的なものとしてはいろいろ受けてますもんね、はい、だから私いいなと思ったらいろいろ取り入れるんで、はい、だから私のやってることって結構まあ人によってはやっぱりなんか幅広すぎって思うかもしれないけど、うん、まあ、自分は良かれと思ってやっぱり自分の今まで受けたいいものをそれいろいろやっていくっていうふうにしてますね。俺もそれと逆方向に絞ってですね、はい、もうその、うん、皿の上に肉が一枚ドンとあるっていうそれだけですね。それは選べる状態ですよね、好みなんでね、うん、だからそのプレートの上に30種類の料理が乗ってるようなものか、肉1枚ドーンか、うん、でも肉食いたいっていう気分の時はね、やっぱ肉行った方がいいですしね、はい、だからもうお客さんもやっぱり選択をするっていうところでね、うんうん、ちょっとこう好みに合ったものを選んでもらって、うんうん、そうですよね。食わず嫌いせずにね、なんかそんな肉だけなんてと言わずに、うん、肉のだけの良さもありますからね。そうなんですよ、うん、まあ、その辺は本当にいろいろお試しになられてはってとこですね。だから自分は本当に自分のだけがいいとか全然思ってないんですよ。この人のはダメとか、はい、まあ、体に悪いことするのはダメだと思うんですけどね。そうですね。あ、楽になってきました、はい、あ、入るようになったので、そうですね、うん、さっきよりもズドーンとズドーンがありますね。あーってなります、はい、あー響きます。すごいこうダイレクトに、はいはい、鮮明に来てます。あ痛い痛いです。全然ドンときますね。そうですね。